YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。これ見てください。これネシアさんで購入しましたハンドプレスマスター80の、開封をしたいと思います。今までのハンドプレスマスターの系ですね、こういう系なんですけど、今度からいつもね、1400の瓶に詰めてるときすごく腰に負担かかってたんですよね。何回もこうぎゅうぎゅう詰めるんで。ということで今回のハンドプレスマスターね、80、どんな感じなんでしょう。ちょっと今から開けたいと思います。裏番台太郎丸のラブクワ動画。そうです、ちょっと開けてきます。ちょっとね、開けてきます。開けてきますわ。ちょっと楽しみですね。6500円以上購入すると送料が無料になるので、6500円以上買うのがポイントですね。おい、ちょっと開けていきます。あ、いい、これもよいしょ、ほいほいほい。あとね、今回ハンドプレスマスターハンドプレスマスター80を買うんですけど、それ以外にもちょっといろいろ必要なものを買わせてもらいました。まずはこれ、レジケースですね。ありがとうございます。これね、ありがとうございます。ゼリーありがとうございます。いつもで、これですね、ハンドプレスマスター。もうでかいな。と、こんな感じですね。これちょっと必要なんで、これからほらボトルも増えるんで、今のうちね、買い物あるときはこういうの買っときた方がいいと思うんで、こんな感じですね。ということでこれね、今早速これちょっと紹介していきたいと思います。これいいよ。うん。ということで、家にあった私が今現在家にあるちょっとプレスっぽいやつをちょっと並べてみました。で、今回のこのハンドプレスマスター80ですね、結構な先っちょがね、重量感があるんですよ。思った時にね、結構な重みがあって、こうやった時に多分いい感じだと思いますね、これね。うん。で、これ800の瓶に入んないって言ってましたけど、ちょっと本当に入んないのかちょっと試してみますね。よいしょ。これほら、800の瓶あるんで、ちょっとこれ入らないのかどうかちょっとやってみましょう。入んないって言ってたんですけど、あ、本当入んないですね。ちょうど同じぐらいの径ですね。うん、入りません。頑張っても入んない感じですね。うん。これ先端が重くてこう積みやすそうですね。入りませんね。で、これがね、ちょっとどこのメーカーのものかちょっとわからないんですけど、このハンドプレスマスターは多分こんな感じですね、径の大きさね。で、これが、うん、従来私が使ってるやつなんですけど、こんだけ差があるんですよね、大きさの。うん、これ800ですね、詰めてもね。これで1400詰めると本当疲れるんですよ。こんな感じですかね。うん。いい。これはこれでいいんですけど、これはね、ネシアさんで買ったプレスマスターじゃなくて、これは確かモンスターで買ったやつだと思います。オークワガタのモンスターかな。で、これが、多分、どこのやつか。あ、そうだ。オークワプロって書いてありますね。ここにオークワプロって書いてありますね。オークワプロ。うん。これちょっと短いんですよね。うん。で、これね、
これのプレス、まだ使ってないですけど、これも重くて使いやすそうです。ただ800かな。これで1400はちょっと辛いかもしれないですね。うん。で、これが一番太いやつかな。濃厚ハンドプレス。うん。これ結構でかいですね。毛がありますよ。うん。もしかすると、濃厚ハンドプレスの方が太いんですね。あ、太いな。濃厚ハンドプレスの方がちょっと大きいぐらいですね。うん、このぐらい違いますね。これもいいんですけどね。やっぱこの従来の私の使ってるやつだとだいぶほら大きさも違うんで、こんだけ違いますからね。うん、これだけ違うんでやっぱあの時間短縮にはなると思いますね。うん、ということで今回はハンドプレスマスター80を、購入したっていう動画になります。ご視聴ありがとうございました。これはほんとね使いやすそうです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。裏磐梯太郎丸の株クワ動画。